どうも本日はこちらあぶくま高原の地鶏川又シャモ砂肝のアヒージョを食べたいと思います。香りがすごい。では、いただきます。臭みはなく、まあ、その代わりオリーブオイルの香りがすごいですけど、なんか弾力があってさっぱりしていて美味しくいただきました。で、さっぱりっていうかな、でも弾力があって美味しかったです。次は焼き鳥で食べてみたいな。そして野菜のアヒージョ、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。